かね、グリーンの左に池がある。で、右にはバンカーがある。左に池で、右にバンカーです。ティーショットはずっと左に池です。いやだ、なんで左側なんですか。左やだね。左やだね。右なら池。左が池？左が池。みんな一人ずつ。さあ、やってまいりました。太平クラブ成田コース13番ホールでございます。はい、見てください。はい、グリーンに向かって、左サイドがずっとペナルティエリア、池ですね。グリーンの左サイドまでずっと続いてます。はい。右側はですね、斜面になってますので、うっかりちょっと右に入っちゃっても、こうコロコロっと転がってきますので、目標、狙い目としてはフェアウェイセンターから、右目がベストかなと。はい、であと、グリーン周りは、グリーンの3方向をバンカーで、囲まれてますので、理想はこう手前から攻めるっていうのが、いいのかなと。じゃあ、これから続く13、14、15はですね、成田コースでのラーメンコーナーとなっておりますので、ぜひ攻略してみてください。よろしくお願いします。めっちゃいい。しかも超飛んでる。全然なんか飛びますね。いい感じ。ナイスショー。ナイスショー。完璧。みんなまっすぐしかが。ナイス。タイちゃん超えなかった。今日は私負けないよ、飛距離は。だから見て、見えない。見えないけど、見えだから。すごい、全然大丈夫。あやちゃんも、はい、同い年です。私と。今年卒業、ちょっとスポーツの強豪の境高校に通ってました。ゴルフ部ね。ゴルフ部埼玉。どんなゴルフ部、どんな感じでした？ゴルフ部はとりあえず人数が多くて、そうだよね。中高合わせてもなんか80〜90人ぐらい。ゴルフ部だけで。すごい。もう。ベッドだけはめっちゃいます。じゃあもうあれスタメンが偉いね。やばい、熾烈ですよ。タイちゃんのゴルフ部は何人ぐらいですか？私が入ってる時で20人ぐらいかなだったと思います。そうだって学校で練習場持ってるもんね。練習場あるんだけど人数多いから早いね。コンパクトだよね。練習できない。みんなそれちょっと見たことあるけど、でも練習場でボール打つ人たちと、パター、パターも練習したことあるから、そう、すごい。パター練習したり、あと体育館行ってトレーニングしたり、だいたい3つに分かれる。なんかってジムとかある？ジムっていうか、トレーニング施設は一応ある。そうだよね、スポーツ、ね、学校だもんね。めっちゃ充実するじゃん。おうおう、あ、ちょっと奥かな。ナイスです。ナイスです。
暑いですね。暑いですね。今日の大事です。大事です。他に暑さ対策って何かありますか？暑さ対策、梅干し食べる。梅干し大事。あとなんだろう。あとアイススプレーみたいな。クールになるやつがあって。今日も持ってきました。日大時代の友達とラウンドとかするんですか？あ、しますね。結構仲いいです、みんな。男の子も。男の子の方、女子はプロテスト受ける子がいないので。そうなんですか。でも女子とも行きます。みんなに教えてもらって、しごかれてます。こうグリーンアンジュレーションがあるんで、知ってないと難しいコースだと思います。私今日初めてなんですけど、探り探りでやってます。私もね、先月やったの試合で先ほどやっててしたそうよね。だからそっちはガードマークした汗が止まんない。ね、あ、今日の私、氷で忘れた。私もいい、冷たい。気持ちいい。急にやれるとすごい冷たい。冷たい。すごくない？すごすぎて。ともちゃん、黒。綺麗に黒いよ。そうそう、綺麗に黒い。ほんとに？うん。日焼け止めとか塗らないんだけど。塗らないの？そう。塗らない方がいい。もう、あゆちゃんも塗らないって。あゆちゃんは塗ってなさそう。本当ですか？どういう意味ですか？どういう意味？塗らなそう。いや、なんか、性格的に？なんか、夏の女っぽい。海大好きみたいな。海大好きです。夏の女だから。ね、ぽいよね。はい、続きまして、成田コース14番ホールでございます。はい、見てください。はい、今日のティーからだと、正面の、今ちょっとブッシュみたいになってますけど、正面から、右サイドにかけて、全部池になってます。はい、まあ、ペナルティーエリアになってますので、池を越えるのに、多分キャリーで260ちょっと必要になってきます。はい。でまあ、飛ばすアマチュアの方ですと、まあ、たまに狙ってくる方がいるんですけども、まあ、基本的には、フェアウェイセンターから左の方がまあいいかなと、はい、まあ、ティーショットを右に行ってしまうとちょっとグリーンが狙いづらくなる。で今日のピン位置も、まあ、グリーンの、多分右に切ってありますので、まあ、できれば左から攻めていただくのがいいかなと思いますので、まあ、13番同様に頑張って、もらえればなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。星野が見たいな。やめてください。見たいよ、ね、聞きました。キャリーで260。私転がってもいかない。クリックで200ぐらい。左がいいんですけど、今が違うじゃないですか。シャワー。ちょうどくいのくらいの距離。ちょうどない。
同じとこだ。あやちゃん、ドライバー持ってますよ。あやちゃん、やる気です。やりますね。こすらしい。あ、こすんですね。小声でこすらしい。こすこしますってんのに。楽しみだな。どうなんだろう、超えた？いや、超えない。違う違う、超えないって本人も言ってたよ。あ、そう。勝てませんね。何でも信じちゃうタイプ。うん、聞いてなかった。聞いてたよ。勝てませんねって言ってたから、越しちゃう、越しちゃう。冗談よ。冗談言ってた。面白い。あやちゃん、どう？あ、あるじゃん。あるね。ありました。あるんですけど、はい、そうね。風気持ちいい。気持ちいいね。今日扇風機いらない。いらない。準備してきたのにね。準備してきた。みんな扇風機持ちよう。もう木があって狙えないので、ちょっとスライスかかればいいかなって感じで、あのバンカーのちょっと右から行きます。キックして乗りました。ナイスでーす。誰、雨女。私、晴れ女です。今晴れてきた。ピン狙っちゃうと右行きそうなんで、真ん中ぐらい狙います。狙ったんですけど、なんか握っちゃいました。変な、なんかラフ深かったんですけど。まあいいです。アプローチ頑張ります。やばくない？ほら、やばくない？狙いました。全然狙ってない。
まだあるんですね、そのそうだ。続きましては、成田コース15番、アーメンコーナーの最終ホールになります。はい、ここは見ての通りですね、大きく左ドッグレッグしてます。はい、セカンド地点まで行っていただかないとちょっと分かんないんですけども、予想以上に、見た目以上に左ドッグしてますので、正面の木にですね、小さい巣箱があるんですけども、あそこに向かってまっすぐっていうのが理想です。はい、ちょっと飛ばしすぎちゃうと、ラフ入っちゃうんですけども、ラフに入るぐらい、打たないと次、グリーン見えない、ホールになってますので、場合によってはラフまで行っちゃってもいいのかなというホールなので、アーメンコーナー最終頑張ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。逃げて大丈夫ですか？大丈夫だと思いますけど、一応行ってきます。うん、ちゃんと行ってきます。3番から2番。うん、さっきよりは良さそうだけど、よくコースが分かんない。私たちも分からないか。大丈夫、2球目の方がありそうですね。うん、入ってますか？それは多分1球目です。コーヒー、コーヒーは入ってない。入ってない？入ってる、分かんない。そこ、入ってる、入ってます。入りません。想像以上にドッグレッグなんですよ。もうくの字戻ってくるぐらいちょっと甘く見てました。大丈夫です。思ってたより全然低かった。綺麗にいったから頑張れ。見えないんですけど狙ってみます。はい、あ、ナイス、聞こえました。どうですかね、行ってみます。行ってみましょう。はい、見てました、見てました。だいぶパワー硬いですね。
っと雨コーナー終わりました。ドキドキでした最後。あとはもう気楽に、はい、バーになります。はい